胸びれを開いた、様子調理例。方棒の煮付けメディアを再生する、泳いでいる、方棒方棒は、カサゴ目方棒科に属する魚類。変わった外見と動作が、特徴の海水魚で、微味な食用魚でもある。北海道南部以南から航海、東、シナ海、南シナ海まで分布する。水深100から200メートルほどの砂底底に多く。 生息するが、生息域は浅い海から水深600メートルほどの深海まで幅広い。日本近海に分布する、方防間魚類では、最大種で全長40センチメートルに達する。頭が大きく、尾に行くに従って、細くなる円錐形の体型をしている。腹面は白いが背面は、灰褐色と赤のまだら模様をしている。頭部は硬い骨盤に覆われ。 尖った鼻先の下に大きな口が開く。胴体はザラザラした細かい鱗に覆われる。胸びれは半円形で大きく翼のように水平方向に広がる。色は鮮やかな青緑色で青の縁取りと反転に彩られている。胸びれの一番下の南上三体は赤く有利して太く発達しており、これを足のように動かして海底を歩くことができる。 工房の名は、このようにして、方々歩き回るところから来たと言われている。服着も三角形で大きいが、胸びれの直下であまり目立たない。背びれは二つあり、前の背びれは三角形に尖る。後の背びれと尻びれは長方形をしている。尾ひれは三角形で、後端に青い縁取りがある。飛行機か昆虫類にも似た体型と、鮮やかな体色を持っている。浮き袋で、 グーグーと音を出して、泣くことができ、方々という和名はこの泣き声からつけられたという説がある。方々の浮き袋を指して、泣き袋とも呼ぶ。遊泳児は胸びれを畳たたみ、体をくねらせて泳ぐが、獲物を探すときは胸びれを広げ、足のように変化した胸びれの南城三体で、サデーテーを歩くように移動する。この南城の先で味を感じることができ、砂に潜った獲物を探る。 食性は肉食性で、エビ、カニ、小魚などを大きな口で捕食する。繁殖期は春で、浮き性卵を産卵する。卵はプランクトンとして浮遊し、数日のうちに孵化する。孵化した飼魚もしばらくは浮遊し、他のプランクトンを捕食しながら成長するが、やがて海底で生活するようになる。幼魚は全身が黒いが、大きくなるにつれ体が赤っぽく。 胸びれが緑に変化する。よく似た魚に金頭がいる。金頭の鱗も小さいが、方々の鱗はもっと細かいことと、金頭の胸びれは方々ほど色鮮やかでないことで、見分けがつく。旬は、冬で、主に底引き毛で漁獲されるが、糸より貝やヒラメ、カレイなどと共に釣りで漁獲されることもある。ブドウマリは、あまり良くないが、 金ながしらなどに比べれば頭部が小さく身も多い方である。身は白身長生までは薄いピンク色がかっており、うまみと歯ごたえがあって美味。料理法も刺身、煮付け、唐揚げ、塩焼き、鍋料理、干物など足したようである。身以外にも、荒からは良い出汁が取れ、肝や心臓、発達した浮き袋も湯がくなどして、食用とすることができる。黄身よ、黄身を。 どこ金頭など。近縁種に金頭がいるが、方々も地方によっては、金頭と呼ばれる。頭が硬い骨盤で覆われていることから、金頭である。海外では、英名で、セアロビーン、中東では、飛行機やタコを意味する、タイヤールという名前でも呼ばれる。方々家の魚は、熱帯から温帯にかけてのやや深い海に広く分布し、140種類ほども、いる。 日本近海では、ボウ属キーリード肉シースの種類は少ないが、金ラ属レピダトリグラと底ボウ属テライゴトリグラの種類が多い。胸びれの模様や頭部の棘などが種類によって非常に変異に富んでいる。どれも底引き網で多く漁獲され、食用になる。肉質は良いが過食部が少ないので、小型のものはかまぼこなど魚肉練り製品の原料としても使われる。 ありがとうございます。